はい、どうも無職の新井です。まあちょっといろいろねあったので、はい、髪切ります。もうねすごいですよね、ほんと事務所、ちゃんすごいね、頭皮が荒れてたんですよ。耳毛もほら頭皮すごい、頭皮すごい、頭皮がすごく荒れていて、まあいい感じじゃないですかこれは、ああかわいい、ああいいな、完成、ビフォーアフター、ほんとね、ちょっとね新しい髪型で参りたいと思います。6月8日、先生は6万勝ちでした。まあね、週末飲みすぎなんですよ、ほんとありえないぐらい、ほんとにやばいっす。もうね大遅刻ですよ競馬、ほんとにもうね10レースぐらいから行ったんじゃないかな、かなりの重めの二日酔いで、まあ二日酔いね、まあウィンズで買ってますよ。そうっすね、髭剃ったり髪の毛剃ったり、今週はどんなことが待っているのやら。まあそういう顔になりますよね、絶不調です。もうね残りのレース少ないんで、もう結構強めに馬券を買ってるんですけど、まあね、絶不調すぎて、まあこの状態ですね。はい、本日の収支でございます。1万5000円、馬券がね一つも当たらなかったんですね。で今日はちょっとね渋谷でライブを見に行くということで、まあ、渋谷のデュオさんの方に、はい、お伺いさせていただきまして、はい、フレンズさんのライブを、はい、拝見させていただくという、はい、形になっております。本当フレンズの9周年のライブおめでとうございます。本当にフレンズのフレンズ大集合というねコラボイベントで、すごい素敵なイベントでした。本当にやっぱねちょっとね感慨深いんですよフレンズ、その昔なんですけど、前回もあのフレンズのライブを見に行った日にこの大集合のイベントあったんですね。その日僕5000円を48万にしたという、ちょっと結構ね思い入れがありまして、まあ、今日ちょっとねフレンズのライブを見ることによって万馬券を当てようと思っておる所在でございます。すごいな、まあねすごい本当すごいライブだ、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとう、最高のライブでした、ほんとよかった、いいライブでした、ほんとフレンズありがとうございました。濡れたその後ね、またねそんなすんなり家に帰るわけもなく、抱きながら玉置浩二さんのねモノマネをねさせてもらっているところですね。ポイントはね、玉置浩二さんのモノマネするときはあの温かいものを食べているイメージプラスしっかり泣くっていうのがね、まあ、僕 の, あの玉置隆二、玉置浩二さん流のモノマネじゃないかなと。必ず僕を照らす方サーチライトがそうなんだ、君なんだなあ。いい日でしたね本当に午後1です本当ね、あんなに朝早いやったんですけど、やっぱ夜やっぱり乗っちゃうとこうなっちゃうんですよね、午前中すっぽかしちゃって。でも5万円です、とても前日1万5000円負けた人間の表情じゃないですよね。フレンズのライブ2日間行って、まあそっか、まあね、やっちゃいましたよ。ちょっとね、まあでもね、今日は記念すべき日でもあるんですよ。競馬のパイセンが。ちょっとね、
再来週会うであろう先輩が今渋谷に来てるということなんで、やろうかなと思います。そうですね、再来週のやつは宝塚記念なんですけど、これちょっとね今いろいろ動いてるので、まあ、今週ちょっと見れたらいいと思います。そうです、あとグッズができました。無色ティー完成ですね。あの前回あの Vlog 内で撮らせてもらった証明写真をそのまま、うん、そのままグッズを作るというのが本当にそのままプリントするっていうちょっとね本当そのままなグッズができました。渋谷ウィンズ着きました。京都7レースでございます。本日最初のレースはこちらでございます。まあね、ちょっとエイト、僕が敬愛するエイトの穴工場ですね。13番先行力あり要注意と書かれているレアンダー。まあね、ちょっと雨降っていて先行馬有利です。初距離なんですよね。ずっと短距離で逃げてた馬、まあ何のスピードはあると思うので、まあ、絶対のあの逃げるだろうなと思って楽に逃げれたら、まあ、全然逃げ切んじゃないかなということで本命にしました。もうねレアンダーもうあの想定通りしっかり逃げました。1分2秒ですからね、この隊列だったら全然余裕ですよ。単勝166倍ですね。そのまま来い。もうここで決まったんじゃないかなと。まあ、こうなってくるともうあとは追い込み場しか突っ込んでこないですからね。もう絶叫とかもないですね。もう当たるっていう強い確信しかないので、そう来ましたね。よっしゃ、うん、ちょっとあまりにも高額配当当たったなと思ってちょっと本当に挙動ってますね、うん、14番で相手3頭入れた2番人気の方の馬が来ました。うん、持ってる持ってる。まあちょっとね3連服の方はあの人気3着が違う馬なんであれなんですけど、来たでしょこれ。はい、単勝し、はい、単勝1万6000円。マレン3万。馬単8万。これちょっと最高額いっちゃいましたね、僕のVlog史上。15万、13万ぐらいか。もうね、やることやって、本当、あれしましたよ。はい、はい。はいはいはい、13万2000円、ありがとうございます。やった、ありがとうございました。はい、来ました。回収率1万%です。馬券で本当にやりました。もうお金、ね、減るの嫌なんで借りたいです、ね、先輩にも本当。今日別に負けるなと思ってたんで、いやもうね、はい、函館のスピンプでございます。まあちょっとね、うちは有利なんで、まあ函館の一打、まあ前早くなると思うんでこの辺でいいんじゃないんですかということで、一打、一打ジョッキーの馬を買いたいと思います。まあ24倍ですもんね、いいんじゃないでしょうか。まあね、まあいろいろ買いました。ちょっとね三連単とかねいろいろ買っちゃったので、まあ人気のない馬が逃げましたね。一番人気そうっていうのはサカラキング、まあちょっと番手になっちゃいましたね。サトノレーブが4番手ですか。逃げ切っちゃいます。
1番のサウザンサニーはまあ後方4番手ですか。まあ、最後内から伸びてくるんですけどね、やっぱ位置取りですかね。伸びそうなんですけどね、伸びてくるんですけどね。必死だ、いけ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 、無理だ、惜しかったな。4着一番人気飛びましたからね。不適中でございます、エプソンカップ。はいどうぞ。まあこんな感じですね。一番人気のレベスティールが59キロですか。まあ非交換距離なので、スクリーンヒロ3区、まあ外回れば一発あると思うので、無職の本命はちょっとね、こちら7番のマイネル・ケレリウス、ちょっとお願いしたいなと思います。あーいいですね。まあこの周りケース後ろから行く馬なので、スタートはまあ良かったですね。番ズレイユーザーネイム、そして6番レーベンスティール、それをかわす15番アルナシーム、さらにはその直後に13番ラーケマーガ、全然違うじゃん。最高峰ですね、ちょっと下げすぎかなと思ってました。7っすね、マイネル最高峰なんですか。もう終わった。13にすればよかったな。いまあどうなるかですよね。まあ短期逃げの感じの58秒ですからね。まあこの位置取りだったらちょっともうね、諦めですね。まあまあ展開向かなかったっす。良かったですね、この馬は。まあまあ G3 なんでね、まあこんな顔になっちゃいます。もうね、ちょっと今日はあれなんで、美味しいね、ミートドリアをちょっとね、食べさせていただきました。大盛りでございます。大盛りですね、本当すごい大盛りでした。本当に暑くてハフハフしなきゃいけないし、チーズ飲めるし、もう本当にすごいあれでした。とっても美味しかったです。とっても、うん、とっても、そうこれね、でも基本的にやけど猫舌じゃないんで、本当マゾ舌と言いますか、本当すごく熱いものが、ね、行きたいというあれで、ピザ今日来いっつって言ってます。本当ですよ、今日来いよ、ダッシュで来い、ダッシュだよ。ドリアも食ってピザも食って寿司もおごってやるよ、本当よ。本日の終始でございます。98,000円、まあ、ちょっとね、いろいろ負けすぎました。今週の終始です、75,780円。やりました。先週よりも多く買っちゃいました。まあね、ちょっと3週連続勝利ということなんですか。まあね、ちょっと来週はそろそろ負けると思うんですけど、それでも万馬券狙いに行きたいと思います。ということで、来週もいっぱい当たったら褒めてほしいんで、よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価、コメント、あと T シャツ欲しい方、コメントくれろ。